3人目のヒーローは今日もマルチヒットの活躍、小田選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。さあまず小田選手は尾崎大ホームでのヒーローインタビューが今日は初めてとなります。この大歓声、お気持ちはありますか？そうですね、ホームでの歓声はやっぱり、はい、気持ちいいです。そんな大歓声の中での第一打席、先頭バッターとしてツーベースで出塁しました。先制のチャンスメイドをしましたが、その辺りいかがでしょう？そうですね、たくさんのファンの方の声援が、力となって、僕のヒットを生んでくれてると思うので、ありがたいです。続く第2打席、今度はスリーベースヒットが生まれました。ご自身、プロ生活初めてのスリーベースヒットでしたが、この辺りいかがでしょう？はい、スリーベースヒットは、僕にとってちょっと憧れがあるヒットなので、打てて、はい、最高に気持ちいいです。バッティングと同時に足も良さを披露できましたね。はい、さあそして足立選手にもお話を伺いましたが、先発の西投手、好投されていましたが、どのようにご覧になってました？はい、非常に頼もしくて、そして試合始まる前に塁に出て走れと言われていたので、西の勝利に、4勝4敗だから勝ち越しの勝利に、貢献できて非常に嬉しく思います。では小田選手、最後に小田選手は織姫の声援が多いことでも知られていますが、今日は俺たちに最後にメッセージを送っていただいてよろしいですか？いつも、温かい声援ありがとうございます。これからもしっかりチームの勝利に貢献していきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー、西投手、高橋選手、そして小田選手でした。行くぜイージースピリッツ、みんな一緒に。ありがとうございました。本日の試合でヒーローとなりました西投手、足立選手、小田選手には